このチャンネルは次なるマイカー候補を探すべく、新車が出たらとりあえず乗ってみるをモットーとしております。専門知識ゼロですが、少しでも参考にしていただけたら幸いです。この動画が少しでも役に立った、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。いやー、それにしてもヤーリスクロス、これはちょっと結構かっこよかったですね。特にね、フロントマスクはね、なんか最近のトヨタらしくないデザインっていうか、なんかレンジローバーを彷彿させるような感じで、なんか良かったですね。まあ今内装を撮ってますけど、まあ内装はね、ヤリスの普通のヤリスと変わんないのかなと思いつつも、で意外これね、このフロントマスクはね、なんかね、最近のトヨタ車らしくないような感じがしますよね。で実はこのね、ヤリスクロス全幅が1765かな、でちょっとね大きいんですけど、まあでもどうでしょうね、大きさはあんまり感じないかもしれないですね。じゃあそのわけでですね、次はついでにカローラスポーツの MT 車を久々にちょっと乗ってみました。でまあそのレポートなんですけど、これちょっとおまけですね。撮影失敗しちゃいました、これ残念ながら。もうバイザーとカメラアングルが干渉しちゃってダメですね、これ。おまけでご覧ください。さあ、カローラスポーツマニュアル車、いいね、入りやすいね。いや、カチッと入りやすいね。ギアもスムーズだ、めっちゃ入りやすい。いや入りやすいな、いや入りやすい、自分のビーツ全然違うな。
ーラスポーツいいな。いや、いいね、入りやすい。おい、どっちなんだ。マニュアル車に慣れて3、4ヶ月経って、メガウェーブでのマニュアル操作もさすがに慣れてきたかな。いいね、これいいよ。ギアがな、入りやすいのはいいよな。あれだよな、柔らかいよな、トヨタのクラムって。やっぱ俺のビッツがおかしいおかしいんだと思うんだよな、重すぎんもん、あれ。うん、絶対そう、すこすこ入んないもんな。いいね、カルボラスポーツいいな。次の候補は間違いねえな、これは、ね、スポーツプラスモードにして今日は運転しました。いや、クラッチもな、うん、手応えがある、クラッチが。
ですよね、本当に。では、お足元、ご注意ください。